皆さんこんにちは。彼氏がいるにもかかわらず他の男性に色目を使ってしまう女性っていますよね。彼氏がいたとしても所詮女はメスなんです。魅力的なオスが目の前に現れたら誰でもドキドキしちゃうものなんですね。ただ彼氏に夢中だったり他にハマっているものがあって心が満たされていればどんなに素敵な人が現れても気持ちはブレないはずです。一番注意したいのは魅力的な男性に出会ってしまったタイミングがちょうど彼氏とうまくいってない時期であった場合や、もともとそれほど好きでもなかった彼氏と付き合ってしまっていた女性なんですよね。こういった女性は非常に心が揺れ動きやすいです。寂しい、もっと愛されたい、本当のドキドキが欲しいみたいな欲求を持っている女性なら、彼氏がいたとしても他の男性を誘うようなサインを出してしまうことがあります。今日は彼氏持ち女性が出す脈ありサインについて解説していきたいと思います。こんなサインを出してくる彼氏持ち女性がいたらぜひ気をつけてください。また自分の彼女がこんなサインを他の男性に出していたら要チェック。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 頻繁に連絡をする。彼氏がいるから直接会えなくても LINE やメッセージで連絡を取ることはできますよね。束縛の強い彼氏がいるならこれさえできないかもしれませんが、今はいろいろな連絡手段がありますから、何かしらの方法で連絡を取ろうとしてくるでしょう。彼氏でもないのにおはよう、おやすみって送ってきたり、なんてことない用事で連絡をしてきたり、画像だけポンと送られてきたり、いつものメンバーで飲みに行こうよと頻繁に誘ってくる女性があなたの周りにいるでしょうか。彼氏がいる子にはみんな積極的に自分からは連絡をしないものだと思います。だって彼氏いるしなと躊躇しちゃいますよね。こちらがそうやって気を使っているのに、なぜだか向こうは頻繁に連絡をくれる。これは絶対に何か口には出せない気持ちが隠れている証拠です。はっきり言わなくても胸の内には何かあるんですね。あなたに悩み相談をしてきたり愚痴を言ってくる女性がいるなら、なおさら怪しいですよ。そういうのは彼氏に聞いてもらえよと言いたくなるかもしれませんが、彼女はそれができなくてあなたを頼っているのかもしれませんね。その女性にとって寄りかかりたい相手はもはや彼氏ではなくあなたなのかもしれません。 2. SNS にコメントをしてくる。 SNS にハートをつけてきたりコメントをしてくる女性は要注意です。これはあなたから連絡が来たらいいのにという願望が心の中にあって、その結果足跡を残している可能性があるからなんですね。普段から誰にでもハートをつけたりコメントしている女性にはあまり当てはまりません。そうではなく普段からあまりやらない人が怪しいんですよね。例えばインスタは見る専用と普段から公言していて、自分でも投稿はしたことがないし、見ても普段は何も足跡を残さないような女性が珍しくハートサインを押していたら、とても意味深なんです。これは間違いなく反応を返してほしいというサインなんですよね。とはいえこれは当人以外には分かりづらい部分かもしれません。今の話に当てはまりそうな人がもしいるなら、一度連絡してみてもいいかもしれませんね。そこからやり取りが順調に続くなら、実は連絡をしてほしがっていたというのが明確になると思います。 3. 目を見てくる。口で何も言えなくても目を見つめてくるのはとっても意味深です。例えば他の友達も含めて集まっている時だったり、会社の集まりだったり、他にも人がたくさんいるのにあなただけをよく見てくる女性がいるなら、それはあなたともっと関わりたいと思っている証拠です。また自然とあなたの隣を選んだり同じものを注文したりするのも一つのサイン。話題を作ろうとしていたり接点を作ろうとしているんです。不審な気持ちで見てくる場合はきっと雰囲気でわかると思います。眉間にシワが寄っていたり、あなたが近づけば自然と離れたりするでしょう。でもそういう素振りもなく見つめてくるのなら、好意があるのは確実です。3秒でも視線が逃げずに見つめ合うことができたらもう確実だと思います。嫌な人だったら 0.5 秒で目をそらしますからね。 4. 大勢の時に写真を撮ろうとしてくる。女性は彼氏がいるけど気になる男性がいる場合、その人の写真が欲しくなるんです。だって実際にはなかなか会えないんですから。彼氏がいない時に写真を見てドキドキしたいんですよね。とはいえスマホに彼氏以外の男性と写っている写真があれば問題になります。
だから女性は2人きりでは撮ろうとしないんです。違う友達を撮るふりをしてその人を撮ったり、みんなで撮ろうと言って撮影するんですよね。こうすればスマホに残る写真は彼氏にとってはただの飲み会でみんなと撮った写真となります。でも女性にとってその写真は実は貴重な1枚となるわけですよね。もちろんこれも 100% ではありません。恋愛感情を全く抱かずに友達として写真を撮る女性はたくさんいますから、隠れた一つの可能性として把握しておいてください。 5. 偶然に会えるチャンスを狙う。女性はとにかく自然にあなたに会いたいと思っています。彼氏にも周りの彼にも怪しまれないようにごくごく自然にです。例えばどうしても用事があるなら自然と会いやすいですよね。だからあなたしか持っていないものを借りようとしたり、反対に渡しに行こうとしたりするんです。もしくはあなたにしかできないことを頼もうとする様子も見られるかもしれません。以前私の周りにはパティシエの男性にケーキを毎回頼んでいる女性がいました。その子には彼氏がいたのですが、気持ちが完全に冷めていてパティシエの彼に夢中になっていました。友達の誕生日に可愛いケーキを作ってほしいなどと毎回頼みながら、パティシエの彼がその気になってくれるか様子を見ていたんですね。結局その女性とパティシエはちゃんと彼氏と別れてから付き合ってはいましたが、彼氏がいる時からそうやってすでにサインを出しまくっていたわけです。完全に心は浮気していたんですよね。 6. 彼女を作らないの？と聞いてくる。あなたの恋愛に対して興味を示してくる女性は、実はあなたという人間に興味があるんです。どうでもいい人の恋愛には興味がないし、友達だとしても相手から話し出さない限りは詮索しないものですよ。特に年齢を重ねれば重ねるほど聞きにくくなりますしね。私の知り合いに少し特殊なケースが当てはまる人がいますのでご紹介します。私の知人の A さんは会うたびに男友達に、彼女作らないの？とか恋愛しないの？といろいろ気にして質問しています。実は A さんはその男友達のことがずっと好きだったんです。でも両思いになれる確信がゼロでした。そして彼女は 70% くらいいいと思った彼氏と付き合ってしまいました。でもそれでも結局 120% 好きなのは間違いなくその男友達だったんですよね。本心を伝えれば気まずくなるかも、そうなったら会えなくなるかも。そうやって心配しながら彼女は毎回遠回しに男友達に確認するんです。彼女を作らないの？出会いないの？って。これは本当は全く反対の意味なんですよ。彼女作らないで、出会いなんて探さないで、という A さんの一方的な願望の表れなんですよね。もちろん心の中でそう思っているだけで、男友達に本当に彼女ができたら A さんはちゃんと祝福するつもりでした。でも未だにその男友達は独身。これがまた A さんをずっとモヤモヤさせています。これは本当に叶わない恋なのかもしれないし、ただの噛み合わない恋なのかもしれませんが、なんだかんだで一番かわいそうなのは A さんの彼氏だと思うのは私だけでしょうか。以上、彼氏持ち女性が出す脈ありサインについてご紹介しました。彼氏がいるのにサインを出してしまう女性は実際にたくさんいます。そしてその背景には女性なりの理由も隠されています。ただどんな事情があったとしても、本当に浮気してしまって彼氏を傷つけるのであれば、それはただの自分勝手な女ということになります。他の男性にサインを出している時点で許せないと思う人だってたくさんいると思います。他の男性と向き合う前になぜ彼氏と向き合わないのでしょうか。私だったらそういう人は信用できないなと思ってしまいますね。もし今後あなたが彼氏持ち女性からサインを受け取ってつい本気になってしまっても、そんなつもりはなかったのと向こうが言ってくる可能性は十分にあるんです。もちろんその反対もありえますが、厄介なことになるのが目に見えています。口では本気で好きだよと言ってくる人だって、じゃあなぜ彼氏と別れないのかと問い詰めればきっと表情を曇らせますよ。サインを出してきた女性は冷静ではないのです。でもあなただけはどうか冷静でいてくださいね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。